武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年信州大学の生物の勉強方法について話していきたいと思います。信州大学の生物、試験時間は90分間で、配点は学部によって150点から300点と変わってきます。大問構成は全部で4題出題されています。信州大学の生物の最大の特徴は、やはり論述問題が多く出題されているという点です。300字論述や150字論述など、かなり長めの論述問題がいくつも出題されていますので、生物の現象について、記述でしっかり説明できるようになっておく必要があります。具体的な対策方法としては、生物の必修整理ノートで生物の基礎的な語句や用語、基本的な計算問題なんかを押さえるようにしてください。その後、理系標準問題集の生物を使って、国公立大学の標準的なレベルの生物の問題演習をしていきましょう。理系標準問題集生物の問題がクリアできるようになれば、信州大学の生物も、十分合格点が狙える実力がついてくるかと思います。さらに難易度の高いところまでやろうと思うと、大森東の最強講義、最強問題集、こちらの2冊に取り組んでください。この参考書はともにかなりレベルの高いところまで網羅しているので、信州大学の生物にも余裕を持って対応できるかと思います。最後は過去問演習の中で、信州大学の傾向に合わせて特に記述論述の部分を丁寧に演習していくようにしてください。今回は以上です。